ええ、もちろん。一体どのようなことでしょう。あなた方にこの峡谷を守っていただきたいのです。これがただ一つの私の願いですから。ありがとうございます。あと、よろしかったらこれをユリシアに届けていただけないでしょうか。お願いします。なかなか会うこともままならない上に手紙すら渡せなくて。神帝様ともあろうお方ならそれくらいたやすいのではないですか。なかなかそうもいかないのです。やむを得ないことですが。はあ。お願いします。私たちはこれで失礼いたします。リシエラ様、また機会がございましたらお会いいたしましょう。ええ、でもあなた方が聖騎士となってくださればもう少し自由に会えますのにね。またお会いしましょうね。早いな。私も仕事がなければ一緒に行きたいところだが、やむを得ないな。私が心配しているのはそういうことではなく、まあいい。とりあえずしっかりな。あと、それが終わったら団長室に寄るように。こういったことも騎士として立派な任務なのだから、その報告を団長にきちんとするように。不安だからこうやって口をうるさく言っているんだろう。戦っているときはそれなりに頼りになるのに。一応鎧、新しいのをすぐに手配しておく。それまで何か代わりのものを私が用意しよう。すまない、余計なお世話だったな。やっぱり体見られたからかな。それが恥ずかしいのかもしれない。全部忘れてほしい。私も忘れるよう努力するから。
なんだ君って人は。人の顔を見るなり。わからない人だな君は。この僕から君ごときの人間がそう呼ばれているというのになぜありがたがらない。君よりはるかに優秀で家柄よし顔よし生活よしおまけに運動神経抜群の僕からそう呼ばれるんだ。嬉しいじゃないか。陛下、バカを言うな。僕が簡単にあの麗しき方を諦めるわけがないじゃないか。無論ルフィーナのことも愛している。バカを言うな。二股とは二人の女性と付き合っていることを言うのであって、二人の女性を愛していることとは違うのだ。それにこいつはなんだが、ユリシア様は高嶺の花すぎるからな。国王を愛するには相当の体力と忍耐力が必要とされる。その点ルフィーナは近場の花だ。いつでも摘むことができて非常に楽だ。つい口が滑ってしまった。そんな風に言わなくてもいいじゃないか。ここぞとばかりに人の弱みにつけ込むだなんて、なんてやつだ。最低だよ君ってやつは。なんてことは。さっきより5メートルもアップしているじゃないか。直径に直せば20メートルだぞ。恐ろしい。ちょっと待てリゼード。僕に耳を貸せ。この僕がそんなことをするわけがないだろう。君は今回の事件についてどう思っているんだ。そういうことじゃない。つまりは聖騎士団の全滅についてだ。もしかすると僕たちにとってこの上なく美味しいこととなるかもしれないぞ。本当にバカだな君ってやつは。もう少し頭を働かせたまえ。今は聖騎士団のポストが丸々空いているという状況なんだぞ。飲み込みが悪いな。つまりは僕たちがそのまま格上げされる可能性が大ってことじゃないか。もちろんさ。しかし思わぬところに大出世の道が転がっていたな。これもきっと神が与えたもうた恵みに違いない。そういうところだけいい子ぶるな。いいか、聖騎士団だぞ。全ロアナ軍の頂点に立つ存在だぞ。なりたくないのか。しかし副長には感謝しなければならないな。副長の活躍のおかげで僕たちは出世できるのかもしれないのだから。さすがは切り込み部隊長といったところか。怪我を負ってまであんな大活躍をするだなんて。
ういえば君は神殿で副長と一緒に行動していたよな。昨日失った副長を連れ帰ってきたのも君だったし、まさか君も一緒に副長と活躍しただなんてことはそんなことはあるわけないよな。今回のことは全部副長の手柄だ。君が活躍する隙なんてこれっぽっちもあるわけがない。ああ、もうこんな時間か。ついつい君なんかに貴重な時間を費やしてしまった。もったいない。じゃあな、ルフィーナによろしく言っておいてくれ。ルー、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 町の者はみんなボルドに怯えきっているな。そうだろう、そうだろう。なんせ聖騎士団が全滅したのだからな。我がボルドの恐ろしさが身に染みて分かったか。しかし気になるのは神殿の襲撃にも決着失敗してしまったということだ。結果として以前に増して警備がきつくなってしまったしな。果たしてこのままレイティア様たちをかくまっていても私の身の安全は保証されるんだろうか。大丈夫だとは思いたいが、こうも警備が厳しいと。一応安全策は取っておいた方がいいな。念のためにも。いくら同志とはいえ、さすがにレイティア様たちと一緒に牢屋入りする気など私にはさらさらないのだからな。困ったことになりましたね。ル？ル？リシェーラ様が無事だったからよかったものの、神殿が襲撃されるだなんて、前代未聞ですね。聞きましたよ。何でもユリシア様お一人で神殿まで駆けつけたそうですね。それは誰も責めてはいません。
私はむしろ神帝を守ろうとしたあなたのお心を高く評価しております。オクタビア様、ありがとうございます。リシエラ様は数少ない純潔の神族の方、そして何よりも我々の契約の主、敵の狂人にさらしてよいようなお方ではありません。我が一族が今までそうしてきたように、命を盾にしてでも守らなくてはならないお方です。はい。それにしても、あの聖騎士団が全滅してしまったということが私には信じられませんわ。全騎士団の頂点に立つ者たちがあんなにもあっさりと。それほどに彼らが強いということなのでしょう。我々では太刀打ちしがたいほどに。彼らは獅子のごとく凶暴で、蛇のごとく逆し、横島なる人々。そして妖霊のごとく我々のそばに常に影を潜めています。そんな者たちが我々の敵。不気味で恐ろしい人たちです。ボルスタットから破壊の力を授かったのではないかと思いたくなるほどに。オクタビア様、再びボルド軍が動きを見せる前に、一刻も早く聖騎士団を再編成する必要があります。そうですね。しかし今は編成している時間もないかと思いますが。ええ、ですから騎士団ごと格上げという形が一番よろしいのではないでしょうか。騎士団ごとですか。何か候補でも終わりですの。はい。その実力においては、強国最強と謳われるアールマティ騎士団を。アールマティ。ええ、今回神殿を守ってくださったのはその方々です。功に報いるという意味でも順当なところかと思いますが。確かに私も彼らが神殿とリシエラ様のことを守ってくださったことに関しては感謝いたしております。ですが、あの騎士団の団長をご存知ですか。とても聖騎士にふさわしいとは。なぜです。その方はロアーナ最強の騎士として名高い方。そしてあの方こそが騎士団を強国最強へ導いたのだと称えられているのですよ。実力は認めます。ですが、あの者は傭兵上がりだそうじゃないですか。それは私も知っておりますが、今は事情が事情です。ではユリシア様は彼らにロワーナ全軍の実質的な指揮を任せ、峡谷にあるすべての神殿への立ち入りを許可すると。はい、今はやむを得ません。ボルドの信仰に抗うために、聖騎士はなくてはならない存在なのですから。お願いいたします。確かに軍の指揮権は私にありますが、聖騎士任命に関しては最首長であるあなたの許可をいただかなくてはなりません。ですから。わかりました。仕方ありませんので。では。ただし正式には任命しません。あくまで私は一時的に彼らに聖騎士の権限を与えるだけです。つまりそれは。ええ、あくまで聖騎士団を正式に編成するまでの間だけだということです。その間だけ私は彼らを聖騎士団として認めましょう。何かご不満でも。あなたの意には沿っているかと思いますが。ええ、確かに。ではこの件に関しては以上でよろしいですね。はい。それはそうと、ユリシア様、